はい、安田徹です。今回はですね、東大数学で1点でも多く取る方法というのと、嬉し楽し東大数学という、本の、違いについてちょっとお話をしたいと思います。ですね、受験雑誌大学への数学から1点でも多く取る方法というね、東大数学、1点でも多く取る方法という本を、出しております。これはですね、基本あまり遡らないんです。坪田君というね、担当の人がいまして、もうそろそろページ数が限界に近づいておりますので、前の方を削ってくださいというふうにたびたび言われましてですね、そのたび抵抗して、いやー削ったら面白みがなくなるじゃないのと言って抵抗、してもですね、いやちょっと暑いのでいろいろと問題があるのでと言って、こう前の方削ってるわけです。そうすると必然的に近いもの、その時のこうギリギリ、近いもので構成している。でまあどうしてもですね、入れておかなければいけないものは、まあ、ほんの 1,2 台入ってるんですけどね。というわけで一応最近の問題が、東大数学で1点でも多く取る方法というそちらです。でそれに対して嬉し楽しというのはもうずっと昔の、問題も、結構入れてあります。受験の世界で標準になっている話の、まあ、元祖の問題とか、あるいは、かつてはその、標準だった、けれども、まあ、今ではなくなってしまったようなちょっと、化石的な話、まあもちょっと入っていたりします。あるいは災難問の話も入っているんですが、ともかく、古くてもいい問題、それから、入試の、標準的な手法を提供してくれるような問題をできるだけ幅広いところで取り上げております。まああとはですね、書きっぷりの問題としてはちょっと、冗談が入ってるかも。まあ向こうはねやっぱりちゃんとした出版社、違うか、ともかく一応編集者がいっぱいいてですね、まあ、うるさいんですよ、いろいろと。何人も編集者が見てですね、先生この表現まずいっすよとか言っていろいろチェックを入れてくるもんですから、どうしても抑えめにこう無難な状態になっております。まあ嬉し楽しの方はもう一応抑えめではあるんですけどもね、まあその抑えの度合いが緩いということで、冗談がいろいろ入っております。ただしその冗談っていうのは冗談のために書いてあるわけではなくて、ある覚えてほしいことがあるんですよ。でその覚えてほしいことにちょっと関連してですね、印象的にするために書いてるんです。で、それはですね、やはりなんと、申しましても僕の、過去の、そういう 読書の、まあ、経験ですね。高木貞治というですね、昔の有名な数学者がいらっしゃって、初等整数論講義という、そういう本当のなんか整数論の本があるんですけど、その中にもですね、こう微妙にこう冗談が入ってるんですよね。一番感銘を受けたのは「証明」って書いてあって、オイラーの元のオイラーがやった証明はすこぶる面白いって書いてある。そうそう、証明の中にですよ、すこぶる面白いってそんなこと書くかって思うんですよね。だって例えば答案にですよ、なんとかを求めよ、この問題はすこぶる面白いって書いたらきっと減点されますよ、こうなんか先生に呼び出し食らってね、お前こんなこと書くんじゃねえとかってこう言われますよ。それを高木貞治大先生が書かれているというね。それから僕が尊敬する一つ松真というですね、先生がいらっしゃいました。もう京都大学お辞めになって名誉教授なんですけど、その一つ松先生と僕は、ペンフレンドなんです、ね。最初はね
この本部仁というあの、先生がいらっしゃって、まあ、本部先生を経由してですね、あの質問していいですかみたいに、聞いてもらって、それであの質問するようになったんですけども、その、お手紙をこう僕が質問の手紙を書くんです。そうするとね、こう、20ページぐらいの返事がねこう来るんですよ。なんか3日後ぐらいに、3日後にあの僕はあの東京にいましたからね、一松先生京都ですから、3日後に来るってことはきっとなんかすごい勢いで書かれてるんですよね。でその20ページぐらいの返事が来たかと思うと、また翌日また20ページぐらい来てですね、でそうやってあのいろいろ教えていただくというね、あの僕が若い頃の話ですけどね、教えていただくという、ことがありまして、でその一松先生の本もですねこうよく冗談が書いてあるんですよね、なのでなるほどな、こうあの印象的にしようと思って、書かれてるんだろうなと思って僕はあのすごく感心をしたんですよね。だからあのこう、解説一辺倒ではなくてこうちょっと何か、書いて印象的にしていくということを一応やっているわけです、まあ、というわけで、嬉し楽しの部分は、こう、期間が広くてそれから問題の幅が広いと、から、まあ、くだらない冗談が、書いてあると。でまあともかくあの問題の幅が広いということですから、まあ1年生とか2年生の人にも、まあ、できるだけ読んでいただけるような部分が、ある。まあ、もちろんあの微積分もありますから全部読めるというわけではないわけですから、まあ、それはあの例えば3年生で数算を学んだ時に取っておくとかですね、いうふうにしていただければいいかなというふうに思います。で、まあ、あの最近 の, あの、入試の傾向に合わせてあの最近の問題で演習したい人は、まあ、東大一点を、まあ、これはあの効率的に、しかもあの一応ですねあの、生徒に解いてもらってその、できるだけこう部分点が取れるようなことをちょっといろいろ書いているので、まあ、要するに試験にある意味で特化している部分があるわけです、まあ、というわけで、使い分けとしては、広く学びたい人は、嬉しさまし、もう受験間際に、急いで傾向をつかみたい人は、東大一点ということで、よろしくお願いいたします。